M3、 その黒き茜、ミッションメメントモリ。すべては突然だった。いびつでどこまでも濃い黒が生まれた。それが始まりだった。黒がすべてを飲み込み侵食していったその場所は無明領域と呼ばれるようになった。無明領域に隣接した地域の人々は避難を余儀なくされ、東京は夜7時以降の外出が禁止となった。なぜなら戒めと呼ばれる異形のものが人々を襲い始めたから。戒めの正体は未だ判明せず、人々は恐怖に怯えていた。そして日々侵食拡大を続ける無明領域を阻止するためにとある組織が結成された。その名はイクス。無明領域内に潜入し探査するためのマベスを運用できる唯一の民間組織。そのイクスが運営するククノチ学園にパイロットコースが新設され、候補に選ばれた少年少女が一堂に集められた。自分たちがどれほど過酷な運命の鍵を握っているのかも知らずに。昼休み、学園長に呼び出されて向かった先、説明会場に集められていたのは俺を含めて男女6人だった。中には見かけない顔もあった。呼ばれた理由聞いてるか？いや、でもいい話じゃないって気がする。アグラ重ね、重ねさんがいた。パイロット育成および無明領域探索の責任者、夏入りだ。まずは出血を取ろう。各自名前を覚えておくように。ククノチ学園2年鷺沼明。はい。同じく2年波と岩戸。1年伊作ヘイト。同じく1年の柚月マーム。私です。派遣業葉崎エミル。はーい。学園の生徒じゃないのか？やっぱ知らなかったか。うちの学園で教室とか掃除しているとこくらいたまには見かけてたはずなんだけど。よく見てるな、お前は。明石が周りを見なさすぎなんだよ。必要のない情報入れてないだけだ。へいへい、学年トップの優等生は言うことが違うね。ベースのテストパイロット、霞ライカ。はい、自分です。君たちは無明領域の特別調査隊第一期生として選ばれた。ククノチ学園が日本の経済復興のための人材育成を主眼として運営されていることは知っての通り。各種重機の操縦者、すなわちベースのパイロット養成機関でもある。学生諸君はそれを承知の上で入学してくれているわけだが、今一度確認しておきたい。調査隊のパイロットとして無明領域に入る以上、危険を伴うことは理解しているね？君たちの中に調査隊を辞退する者はいるかね？
辞退しても問題はないんですか？無論、我が国が基本的人権の尊重を憲法に謳っている以上、個人の意思は尊重する。辞退するのは自由だ。私自信がありません。だから、辞退させてください。まさか自分が選ばれるなんて。それに、皆さんの迷惑になるのも。ゆずきマーム、辞退を認めよう。ただし、その場合は緊急時特例法第9条の適用により、君は国家の監視下に置かれる。どういうことですか？君は親族ともども国が提供する特別施設に入ってもらう。情報の統制と安全確保のためにね。その特別施設にはいつまで？期間は無名領域が消滅するその日までと決められている。それは無期懲役と同じじゃないですか。事実上拒否を認めないってことですよ。協力を仰いでいると言ってくれたまえ。鷺沼明石、君も辞退するかね？うん？辞退する気はありません。ほう。無名領域にはずっと行きたいと思ってましたから。素晴らしい。やる気があるものは大歓迎だよ。さて、マーム君の他に辞退するものは？やります。私も。結構。君たちから何か質問は？無名領域に入って生きて帰れるんですか？そのための新型ベスを開発している。それに無名領域が拡大すればいずれ全てがその中になる。意味のない質問だな。他に何かあるかね？なければ進める。さて、これでようやく君たちはチームになったわけだが、笠音君、チームの名前は？未定です。そうかそうか。ではチームガルグイユとしておこうか。なあ、ガルグイユってなんだ？確かフランスにある伝説の竜だったと思う。へえ、いいじゃん、強そうで。この場には間に合いませんでしたが、ガルグイユにはさらにパイロット候補者が編入されます。イズリハササメ、マキミナシの2名です。お、女の子は大歓迎。気楽でいいな、お前は。それほどでもねえよ。最後に伝達事項があります。今日からあなたたちには寮で共同生活をしてもらいます。え？いきなりっすか？一つ忠告しておく。人間は機械と違って修理、いや治療に時間がかかる。壊れないように気をつけて訓練に励みたまえ。以上だ。ま、こうなったらしょうがない。できるだけやってみようぜ。そうだな。こうして俺たちの戦いは始まった。
掃除以外のことで教室にいるのは新鮮な気分だった。自分の座る席があるって格別ね。無明領域から戒めが出現してくる以上、そこを消滅させるのが解決策であるというのはわかるな。ゴキブリの巣を叩くような感じっすかね。その際に障害となるのは無明領域の空間があまりにも異質ということだ。視界がろくに効かないのはもちろんのこと、最大の問題はそこに入り込んだ者の自我を崩壊させてしまう。それでは無明領域内を調査する方法は？ある。新型ベスが開発中だ。新型？詳しくは知らんが、いずれ開発の統括責任者から説明がある。現状お前たちは黙って知識を詰め込み、黙って訓練を続けていればいい。ふん。え？何？エミルといつの間に仲良くなったわけ？アカシはペンダントを拾ったものだって言ってたけど、そんなことは関係ない。アカシからもらったってところがポイントなのよね。世の中、既成事実が武器になることは多い。特別な関係と誤解させるだけでも他人は一目置いてくれる。少なくともアカシとの関係を良好に保っていれば何かとメリットはあるはず。きっと新しい人生を手に入れてみせる。ここが私の出発点だから。ガランとした教室だと教官の声がやけに大きく聞こえる。それが調査隊パイロット養成コースで授業を受けた時の発見だった。いいか、無明領域では常識が通用すると思うな。場所によってはジャイロコンパスや GPS が不能になることもある。そうなった場合何を頼るか、それはズバリ直感だ。機械に頼るな、己に頼れ。この鉄則をよく覚えておくように。なんつうか頼りにならないアドバイスだな。無明領域に行きたいか。どうかしたか？いや別に。ただよくこんな授業を聞いてられるなって。教官が言ってるのは精神論だぜ。常識が通用しない無明領域だと案外直感や精神論が役に立つかもしれないだろう。そういうもんかね。どっちにしても知識や情報は無駄にならない。聞くだけ聞いとけよ。へいへい、了解。なあ明石、気づいてるか？お前、青志さんがいなくなってから随分変わったぞ。口数は減ったし、他人に関心も払わなくなったし、見せる笑顔はいつも作り物になった。それだけじゃない。ストイックっつうか、すっげえ自分をいじめ抜くみたいな。それが成績のためじゃないのは俺にも分かってた。何かから追われて
逃げようとしているみたいに努力を続けてるお前を俺はずっと見てきたんだ。張り詰めすぎた鶴はいつかは切れる。でもそうならないよう俺が支えてやる。お前のそばにいて笑って鶴を緩めてやる。それが俺にできる精一杯だ。俺は明石の心にある深い漆黒の闇が何なのかおぼろげながら感じていた。それは罪の色。初日から俺たちの境遇が変わった。通常とは全く別の授業が組まれ、他の生徒たちとの接触もなくなった。広い教室に6人だけで授業を受けている殺風景さにはどことなく違和感があった。これからは私が責任を持ってお前たちの指導をする。しっかりついてくるように。いいな。まず授業を始める前に注意事項がある。ここで私が話す無明領域や戒めに関する情報には全て守秘義務が適用される。当然違反した者には厳しい罰則が与えられる。情報を漏らさないよう十分に注意すること。へえ。岩戸、気の抜けた返事をするな。はーい。はい、授業を始めるぞ。これまでの研究結果から戒めは無明領域から現れることが判明している。無明領域には思いを残して死んだ人たちが大勢います。彼らが戒めを形成しているのではありませんか？なぜそう思う？確証はありませんが、実践経験からそう判断しました。で、意志を持った生物というより何か無目的にさまよっている亡霊のような印象を受けました。戒めが無明領域で死んだ人の亡霊という連中もいるが、根も葉もない噂に過ぎん。だが亡霊ではないにせよ、元は人間であるという仮説が現在の主流だ。その証拠に以前捕獲された戒めから人間の体組織が検出された。お前さ、無明領域に行きたかったって言ってたけど、あれ本気か？冗談に聞こえたか？マジかよ、勇気あんな。つうか無謀じゃねえ？なんか理由があんのか？ああ、無理に言わなくていいけどさ。兄貴の骨が転がってるはずなんだ。青志さんか。行方不明になったって聞いてたけど、あれって無明領域のことだったのか。てっきり外国かどっかでだと思ってた。そっか、それで無明領域に行きたいって言ったのか。あ、兄貴思いなんだなお前。何、エミルといつの間に仲良くなったわけ？まさかあのペンダントお前があげたのか？どちらかといえば取られた。は？あのペンダントは昨日の夜拾ったんだよ。それで？無明領域の近くだったから交番に届けないといけないだろ。ああ、そういやあったな、そんな規則。それで出しそびれて胸ポケットに入れていたらエミルに見つけられたんだよ。ちょうだいって来たわけか。で、
あげちまったと。いや、勝手に取っていった。どっちでも変わんねえよ。たく、広いものでうまいことやりやがって。誰かの落とした思い出のペンダントが恋の架け橋になったりして。ありえないな。結構貴重なんだぜ、甘酸っぱい青春の1ページってやつは。ジジイになったら昔を懐かしく思う時が来るかもしんないぞ。いわと死後は慎め。過去に価値なんてない。過去や思い出は倉庫の奥にしまっているガラクタに似ている。面倒だからまだ捨てていないだけで役に立つわけでもない。むしろ目を向けたくもないゴミと同じだ。俺が無名領域に行くのはゴミを捨てたいからだ。アオシの骨を、いや残骸を見つけたらそれできれいさっぱり忘れてやる。アオシ、あんたとの思い出をすべてだ。生徒が6人しかいない教室も私には心地よかった。もともとクラスメートの会話に混じることができなかった私は、空気も同然だったから。風邪で休んだ日にプリントを届けてくれる親友もいなければ、心配してくれる友達もいない。教室の片隅で目立たないように息を潜め、ひたすら自作の小説を書いていた私。ここが私の新しい居場所。それは無期懲役と同じじゃないですか。事実上拒否を認めないってことですよ。せめて後方支援なら危険が低いかな。それなら指揮者に乗ってればいいし。まずベスに乗って最前線に向かった人が戒めの犠牲者になり。ヤズキマーム。すみません。はあ、どうして謝る。熱心にノートを取るのはいいことだ。素晴らしい。お前たちもマームを見習え。いいな。へい。わからないところがあれば何でも質問していいんだぞ。はい。誰にしようか迷った挙句、私はあえて書かずに置いた。そんなに急がなくても犠牲者の名前がすぐに埋まりそうな予感がしたから。テストパイロットだった私がどうして今更学生になってお勉強やんなきゃなんないんだろう。いいか、無名領域では常識が通用すると思うな。機械に頼るな、己に頼れ。この鉄則をよく覚えておくように。
ここでチームの人選や教官に対して不満を言ったところで何かが変わるわけじゃない。前途多難だと予測できるなら、それを超えられるように行動するしかない。私は前に進むしかないんだ。授業を受けること自体が俺には久しぶりだった。自由なのはいいが、退屈すぎて脳が腐りそうだ。教官が何かを喋っているが、どうでもいい。やつはただの雑音スピーカーでしかない。来たまえ、イサク・ヘイト。狭い独房はもう飽きただろう。いいのか、俺を出して。許可は取ってある。処置が大げさなんだよね。たかが殺人程度で。俺が欲しいものを知ってるのか。多分ね。それを与えるために出すのか。冗談言っちゃいけない。自分が望むものは自分で掴み取るものだ。私は機会だけを与える。君が欲しいものは君が奪えばいい。後悔するなよ。科学者は後悔などしない。反省して次に生かすだけだ。ねえ、ちょっと。何か用か。あんたってここの生徒？学園で見かけたことなかったと思うけど。俺は別の場所にいた。別の場所って？あんた、清掃業からパイロット候補生にスカウトされたんだよな。すごいでしょ？自分でも知らなかったけど、私って何か才能あるのかも。何笑ってんの？エミル、お前に才能なんてない。俺にはわかる。お前は供物として用意されたんだ。俺に捧げるための供物として。午前中の訓練を終えて食堂に来てみると、そこにはパイロット養成コースの俺たちしかいなかった。あー疲れた。あのおっさん、初日から飛ばしすぎだろ。それだけ急務なんでしょ、パイロットを育てるのが。もしかして前に会ってる？まあ、あんた赤い戒めを追ってただろ。おいおい、どういうことだよ。コンビニから帰るとき、赤い戒めを追っているベスがいた。で、そのパイロットがライカだったと。もう少しだったんだけど、あの赤うんこ取り逃がしたんだよね。エミルが俺から取っていったペンダントは、あの時に拾ったものだった。金属結晶がかなり落ちてたから、攻撃は効いてたんじゃないのか。そうかもしれないけど、逃げられてるんだから意味ないでしょ。それにあの時、民間人の前で発砲したから、後で始末書を書くことになって散々。なるほど。一体の戒めが取り持つ縁、いや運命の出会いってやつ。あのさ、変なこと言わないでくれる？あれ、どこ行くんだ？眠気覚ましに顔を洗ってくる。この先も退屈な授業が続きそうだからな。カサネさん、どう？チームメイトとは仲良くやっていけそう？まだ始まったばかりですよ。心配して様子を見に来てくれたんですか？一つだけ確かめたいことがあって。あなたにね。俺に？無名領域に行きたいと思ってたって、あれは本心なの？
ハサネさんのためです。私の？兄貴は調査隊の第一陣として無名領域に入って消息を絶った。カサネさんは恋人だった兄貴の死を受け入れられず、今も待ち続けてる。それは俺には分かっています。兄貴は多分無名領域で死んだ。でも死体が見つからないからそれを認められずにいる。ありもしない希望にすがりついて生きるのは虚しいだけでしょ。だから俺が兄貴の骨を持って帰りますよ。それでカサネさんも過去と決別して前に進める。証し。それじゃ午後の授業がありますから。過去は消せない。だが過去に縛られ続けるのは死と同じだ。脳裏の片隅にこびりついている兄貴の残像、俺は消したかった。シミュレーターの授業は退屈な講義に比べて刺激的だった。いずれ自分がパイロットになるっていう実感が持てるから、基本操作もなんとか覚えたし、コツさえつかめば自転車と同じね。遊んでる暇なんてないんだから、ちゃんと戒めを攻撃して。いいね、ますますいい。ちょっとあんた頭おかしいんじゃない？教官、やめさせてください。ヘイト、直ちにエミルへの銃撃をやめ。その必要はない。続けたまえ。無名領域内ではパイロットの自我が崩壊して仲間の機体が暴走する可能性もある。しかしあらゆる事態を想定してこそのシミュレートだよ。要は不測の事態に対処しろってことでしょ。ルール無用ってわけね。こんなものか。まあいい、
物足りなかったが、それなりのデータは得られた。授業が終わって教室を出るとき、視線を感じて振り向くと、ヘイトが私を見つめていた。獲物を見つけた爬虫類のような笑みを唇の端に浮かべながら。シミュレーターの授業で一悶着あったが、その後はみんな落ち着いていた。ただ次の授業が始まってもエミルには濃い灰色が、怯えの色が見えていた。現在の研究報告によれば、今しめの大部分は金属結晶からできており、この結晶に関する成分分析と分子構造は、なあライカ、お前ってさ、なんでイクスに入社したんだ？いきなり何？授業に集中しなさい。少しでも早くチームメイトのことが知りたくてさ。私は別に岩田のこと知らなくてもいいけど。ベスのパイロットなら学校を卒業してからでも慣れたんじゃないか？私が卒業するまで無名領域も今しめも待ってくれないって、何か訳ありみたいだな。私は早く無名領域を消し去りたいだけ。今しめごと全部。いいな、ライカは真っ白だ。は？あ、いや、ライカは下着の色白が好きかなって。発言しておいて往生際が悪いんじゃない？教室じゃなくて体育館裏だったら避けなかったんだけどな。なんでそんなところで。あ、え、何？いた。案外お人よしなんだ岩戸は。波と岩戸、カスミライカ、授業中に死後は慎まんか。ヘイトという不安要素はあるが、何はともあれチームの雰囲気を大切に作っていこう。それが他人の心を感じ取れる俺のやるべき役割なのだろうと信じて。寮の共有スペースでは、岩戸が退屈そうにテレビを眺めていた。夜は外出禁止になるから、簡単に暇を潰すとなるとテレビを見るくらいしかないが、室内トレーニングでもしてくる。実感湧かないよな、俺たちが無名領域に行くなんて。だいたい生きて帰れんのかね。そうならないために無名領域を探索するための新型ベスが開発されてるんだろう。新型ってことは実験機ってやつじゃね？まあそうだな。そんな新型に乗って無名領域に入ってさ、本当に大丈夫？あんた怖いのか？怖くないって言えば嘘になるな。まともに話すのって初めてだよな。
イサク、ヘイト。怖いなら指揮者にでも引っ込んでろよ。お前は自信ありそうだな。あんたらよりはな。ほうほう、言うね。シミュレーター訓練の時、どうしてエミルを撃った？ああ。関係ないだろう、あんたには。おい、何やってんだよ、ヘイト！そったれな部外者は黙っとけよ。今は、明石先輩と話してるんだから。俺がびっくりして手元が狂ったら、綺麗な赤い噴水を見られるぜ。あんた、その責任取れるのかよ。そうそう、あんたはそこでおとなしくしてろ。お前、感じる、あんたの恐怖。でもさ、おいしくないんだよ、あんた。何言ってるんだお前。今ここで死んでもあんたはそれを受け入れる。でもそれじゃダメダメダメ。俺の欲しいものがあんたの中には全然足りない。やっぱりエミルが最高だ。大丈夫か、明石。まあ。なあ、首んとこちょっと血が出てるぞ。消毒しとくか。かすり傷みたいなもんだろ。痛みもないし。そっか、大丈夫ならいいんだけど。しかし、なんであんな危ないやつがチームに選ばれてんだ。さあな。その時の俺たちは知らなかった、ヘイトの本性。そしてヘイトがどこからやってきて、どこに行くつもりなのかも。時間外の外出は禁止だったけど、寮での行動は比較的自由だった。学園生活の中でここで過ごす時だけは少しだけ肩の力を抜くことができた。なんか腑に落ちないんだよね。あ、どうかしたんですか？どうしてパイロット候補生に選ばれたのかってこと。それは、それって私のこと？何の経験もしてない私がここにいることがそんなに気に入らないわけ？違うって言ったら嘘になるけど、私はエミルがとは言ってない。あの、ライカさん、エミルさん。じゃあ私たちがってこと？そういうこと。あんた、言葉足りなさすぎ。それよく言われる。あの、心配しなくても、喧嘩なんかしないって。そうですか、よかった。あんたは無駄に心配しすぎ。すみません。それでライカは何が気になってるのよ。何を基準に選んだのかを知らされてないってところが根本なんだけど、例えばマム、成績は良かった？かもなく不可もなく。じゃあベスの操縦テストは？それは学年で下から2番目。マームの成績はともかくとして、私はイクス所属のテストパイロットだったけど、調査隊のパイロットに選ばれる腕かって聞かれたら言いたくないけど、そこまでじゃないって思う。先輩たちに比べたらまだまだ全然だし。エミルは？私は
ベスに乗ったこともない素人よ。でも私はこれがチャンスだと思ったからここに来たの。理由なんかどうだっていい。あの、何よ。言いたいことがあるなら言いなさいよ。私たちのどこかに何かその共通点があるとか。共通点ね。少し考えてみようか、3人で。何もないと思うけどね、私は。ない。ほら、やっぱり。すみません。まあいっか、分かる時が来たら分かるでしょ。そりゃそうでしょ。はい、それじゃあ今日はもう寝よっか。明日も訓練きついだろうし。明日もそうですよね。エミル、これからよろしく。あれ、握手とかしない主義？どうして？どうしてって、仲間同士で握手するのに理由はいらないでしょ。長い間忘れていたそのぬくもりを私は思い出していた。この時の私はそのぬくもりを感じられる時間が残り少ないことをまだ知らずにいた。